はい、こんにちは、RQGQ です。今回ね、こちらですね、ミストウィンドウですね、こちらをご紹介していきたいというふうに思います。何かですね、不思議なですね、フライングホエールですね、空飛ぶですね、このクジラの方がね、浮いてるって不思議な世界観なんですが、中身の方はですね、ピック&デリバリータイプになってまして、あちこちの方から荷物を受け取っていって、目的地の方をね、持っていくってね、どっかで聞いたようなですね、オーソドックスなスタイルなんですけども、そこのアクション選択のところですね、非常にユニークなゲームというふうになっておりました。というわけでですね、今回はこちらですね、ミストウィンドウをね、ご紹介したいというふうに思います。The Game Gallery。さあ、ではですね、こちらね、ミストウィンドウをご紹介していきたいというふうに思うわけですが、こちらですね、プロタイプ版になっています。キックスターター用にですね、作られたですね、いくつかのね、プロタイプ版ですね、お借りしておりますので、ルールコンポーネントその他がですね、最終版とね、異なることがですね、まあ、いつもね、お話してますけど、十分あり得ます。おおよそ固まってるとお聞きしているので、大幅な変更はないはずですけども、細部のルール、コンポーネントね、が変わることが十分あり得ますので、その点のところはね、ご注意してお聞きください。さあ、早速ね、中の方をね、ご覧いただきたいというふうに思います。はい、こちらですね、コンポーネントを出してみました。まあ、いわゆるここのところはね、世界のね、全体を表していまして、ここのところですね、様々なこういう、これね、いわゆるピック&デリバリータイプになってるんで、これを持ってきてほしいものなんですね。布を持ってきてくれ、瓶を持ってくれ、鉄を持ってくれなんてね、こういうところに、いわゆるディマンドですよね。需要があっちこっちに書かれているので、そこに対応するものを持っていけばいい。そしてこのね、4つのね、王国っぽいものがね、隅っこの方にあるわけですけども、ここの方に運んでいくと1個あたり2点でちょい大きいんですね。で、それ以外のところは1個あたり1点になってるね。ちょっと少ないという形になっていて、この隅の方ほど得点が高いところへ様々なもののところから、これがね、拾えるところなんですね。ここでピックアップして所定のところに持っていきましょうと。これはね、このゲームの大きい流れなんですね。で、ちらっとこっちありますけど、これね、これ自分のね、クジラ号ですよね。これがね、自分のまあタクシー的なね、ものになっているわけですけども、こちらの方を移動させていって、そこでピックアップしますよっていうことをすると、これね、1個しか荷物積めませんので、1個を所定のところに積んだら、ここにまた帰ってきて運ぶことによって、これの得点と、ここにね、褒美が書いてある場合がありますんで、これも合わせてもらえると。まあ、こういう流れですね。非常によくあるピックアップ&デリバリータイプのですね、ゲームだというふうに言えると思います。じゃあ、このゲームのね、特徴がどこにあるかっていうね、順を追ってご説明しましょう。まずこれですね、若プレなんですね、このゲームね。こちら、5つです。1から5が書かれてですね、これがね、いわゆるワーカーの役割をするですね、タイルを持っているんですね。で、これを使って各プレイヤーは手番になったら、このうちから1個を出すことによってアクションを行っていきます。それがどこにあるかというと、実はこの四隅全部にあるんですね。ここ、ガガガガーって、これ固定ですね。必ず毎ゲームごと固定なものが出てくる、1、2、3、4、5。12345っていうですね、このアクション選択できるところと、こちらですね、各様々な港ですね、ポートなんですけども、ここのところも1から5まで、これですね、ラウンドごとに毎回変わりますっていうところと、こっちがですね、基本的にですね、雇用できる人物なんですね。ここも12345っていうのがあるので、これも毎ラウンド変わりますっていうところの、このラウンドごとに変わることと、ゲーム中ずーっと同じっていうところ、この左右のアクションっていうところに、自分のこのワーカーを置いていくことによってアクションしていくと、こういうことになってるんですね。で、ざっくり言いますと、こっち側ね、こっちが全部基本資源ですね。鉄もらったり、木材もらったりですね。このね、虫っぽいものもらう。これ虫っぽいものはですね、実はこれのエネルギーなんですね。これガソリンじゃなくてこれで動くんですけども、一歩動くのに基本的にこれが必要なんですね。なんで、木材だったり鉄だったり、このね、エネルギーっぽいものをもらう。木材とか鉄材は何いるかっていうと、新しいこれ出したいんですよね。あるいはですね、エネルギーが不要で移動できるために、こういう中継基地をどんどん置きたいんですね。こういうためのコストに使うので、こういうのがあれば無料で移動できるような、ここにエネルギーある前提なんでね。っていうことになったりするための、こういった素材を得られるっていう場所がこちらにあるんですね。なのでこれはもらえる量とね、比率が違いますよっていうのが、まずこっち。で、もう一個こっちですね。これ基本的にはアクションですね。さっき言いましたようにですね、例えばね、お金を一定量払うことによって、こいつをね、立てれるとかね。あるいはこれね、自分のですね、このね、船をね、すぐ動かせるね。3マスまで動かして、荷物をですね、下ろしたり積んだりできますよとか。これはですね、スタートプレイヤーもらえるんですね。このゲーム、スタートプレイヤーを取らないと十分永久にね、変わらないんですけど、スタートプレイヤーにとって、自分のところにですね、木材なんかを変換していいですよ。エネルギーを2個もらえますよ。あるいはカードがもらえたりですね、特殊効果が使えますよ。なんていう、こちらですね、まあ固定のね、いわゆる建築系とかのアクションだったりするわけですね。こういうものに、アクションをしていくんですね。で、この人の方は基本的には瞬間的なものと永続的なもの。例えばこれをね、取ったりするとエネルギーが即4発もらえるとかね。あるいは永久にね、お金とエネルギーをね、交換できるようになりますよ、みたいな。こういった永続交換もあったりするので、これね、どれを取るか非常に悩ましいですね。で、こっちのところは様々なところに基本的にこちらですね、この上のところに書いてるね、所定のところに建築できますよ、みたいなことがね、書いてるんで、所定のところにこういうのをバカッとね、バカッとこう建築できるみたいなことが、こちらのね、港を作るってことですかね、書いてあるので、取っていくと。こういう仕掛けになってるんですね。で、このゲームが非常に不思議なのが、さっきから申しております通り、こちら、はい、12345ね、12345ね、12345ね、12345。全部番号指定になってるんですね。はい、こちら。所定の場所しか置けないんですね。しかも、これ若プレなんですね。早物勝ちなんですね。例えば、ここに置きたいと思ってるけど、前のプレイヤーが入っておいたら、もうあそこ行けないんですね。この3じゃあどうしてくれようと、こうなるわけですよ。ここはね、非常に難しい。従来のワーカープレイスメントだとね、早物勝ちっていっぱいありましたけど、この3はここの3か、ここの3か、この3しかいけないわけですよね。じゃあ、ここに行ったら、じゃあ3番目のプレイヤーはとか、こうなるわけですよ。ここがこのゲームの非常の読み合いなんですね。かつ、ここの読み合いが厚くするために、毎ラウンド開始時に、この5個あるうち、1個を秘密裏に捨てなさいと言うんですよ、このゲームね。え、じゃあ、4やめとくかみたいなね。4択なんです、前ラウンドね。で、このプレイヤーも実は3はやめてますなると、わかんないですよ。見えてないんだけど、こんな風にして始まっとるんですね。こういう風に始まっているので、各プレイヤーの中で、もうそもそも1個はいけないんですね。行きたいところを4つ選んで、リソースが欲しい。アクションをして建築をしたい。その他、ポートのところで建築したいなんていうアクションに、所定の場所に行きたいから、それ所定の番号を入れないかんわけですね。こうなってるのがこのゲームの非常な魅力なんですよね。流れとしてオーソドックスです。自分の手番になれば、どこか所定のところに置きますよ。お金を払うことができたら、お金とかはね、全部ね、こういったね、ボードがあります。このね、4つの資源を何個持ってるかっていうね、表す。これをね、減らせばいいわけですけど、ちなみに現地コストも全部ここに書いてあります。こういったところで、アクションすれば所定の金額をね、お金はここから払うことができたら、ほなここ建てますぜボンみたいなね、いうことを建築するというのをやる。つまりワーカーを1個置いて所定の解決をするというのをやった後、この後オプションの方で移動のエネルギーを払える限りいくらでも移動していいんですね。いくらでも移動していいんですね。その後、そこの場所で乗せるか下ろすかしていいですよと。だからどっちかなんですね。だから必ず移動の後に乗せるか下ろすかなんで、いっぺんにね、乗せて下ろせないんですね。移動する、乗せる、移動する、下ろすってダメなんですね。まず移動するだけする、した場所で乗せるか下ろすか決めない際よ、乗せますってやればこのプレイヤーは終わりなわけです、基本的にね。じゃあこっちのプレイヤーになりますよっていうと、こっちのプレイヤーはじゃあもう4番なくなっちゃったから、もう4番じゃあこっちね、こっちの4番もう打っとこう、他のプレイヤー来るかもわかんないからって言って、ただ単に資源をもらう。資源をもらったらまたね、移動することができ、移動して終わったらじゃあ私も乗せますよなんていうと終わりと。こんな感じで進んでいくんですね。乗せ下ろす。で、もちろんね、所定の場所のところに次の手番に行って下ろすって言えば、ここのところの達成ももらえて、勝利点も入り、追加のところの資源もらう。ちなみにこれは最後にですね、マジョリティがあります。どこに何か持っていったかっていうね、優勢があったりするので、こうしたマジョリティも含めて手番を狙っていくと。ゲーム的には本当これぐらいなんですね。自分の手番になったら、残ってるこのワーカーのところで、置ける番号のところに置く。そこの所定のアクションをする。その後移動したいだけする。ここに移動したいだけする。そして冷たいものがあれば積む。おしまいと。全員がこのワーカーのやつを使い切って終われば、これのカードの残ってるやつは全部流れて、次のラウンドのカードが出てくると。これを一定ラウンド繰り返したゲーム終了と。こうなってる。なかなかね、ここね、やっていただかんと非常に分かりにくいと思いますが、この番号が指定されたやつは非常に難しい。そして全部置きたいんですね。全部置きたいんだけど、置けないと。ここがまあ面白い魅力を出してるわけなんですね。で、またですね、じゃあ、先行メタメタ有利やんと思うわけですね。だから先置いた方が絶対なんですけど、実はこのポートだけはそうじゃないんですね。何人でも入れるんですね。で、入ったらですね、もちろんこれね、どっか建築するなんていうね、こっちのアクションみんなできるわけですけども、一番最後にこう置いてあった人、後から乗った人がラウンド終了時にこっちのボーナスを使えるんですね。だからこれ後手番有利なんですね。こっちに先行きたくないわけなんですよね。っていうことがあったりして、いわゆるここでリソース手に入れたら建築したいわけですよね。建築したくなるわけなんだけど、先手がもちろん好きな建築のやつ取るんだが、後手番の人は後から乗っかかることによってボーナスももらえると。こっちよく考えてやると思うんですけど、だからここだけは何にでも乗れるわけですね。こういうとこも考えて、みんなのアクションをするとこうなっていました。もちろんね、他の要素も多彩です。A、B、C、D って分かれたですね、所定のね、目的を達成すれば追加の勝利点が入るなんていうこともあります。これ、よくある話ですけども、これはですね、ここのところから、この指定されているアイコンのマーカーのところまでですね、ここまで自分のところのこの航路っぽいものを何らかの形で繋いでいけば所定のポイントをもらえるってね、いわゆるこのね、航路設定ですよね。航路設定をそれぞれ、しかもこれね、ゲームごとに毎回変わりますスタイルになるので、航路設定によっても得点が入る。また、こちらの方のチケットトゥーライドやなんかでおなじみのですね、所定のとこから所定のとこまで繋ぎ込んだら点数がもらえますよなんていうのもあったりして、この繋ぎ込むもですね、このね、自分のですね、このタクシー代わりのこのクジラをですね、そのパーツの一部にしてもいいとなっているので、自分の手番の最後にできるんですね。今だったら繋がってますよ。はい、できましたと、こういうわけですね。完全にね、繋げなくても、今なら繋がってるなんていうね、宣言ができるようになっているので、このあたりも面白くなってるんじゃないかと思いますね。なんでこのゲームは、いわゆるオーソドックスな拠点と拠点をですね、個人目標ですね、これね、ゲーム化しにもらってるので、個人目標で繋げばいいっていうパターンのやつ、そして全員が見えてるどっからどこまで繋げばいいっていうもの、そしてゲームごとに変わる A、B、C、D っていう4つのタイプの目標達成型っていうの、これプラスあとは荷物を運んでいって、それぞれの荷物ごとに最も運んでる人には最後にボーナスもあるし、もちろん運べば運ぶほどこちらの方の裏面に書かれてる得点ね、これちっちゃいの1点、大きいの2点ですよっていうのも確実にもらえていくっていうタイプのピックアンドデリバリーとなってました。ここのね、カードのところが毎回変わるのでよく聞いてるんですね、ゲームね。よく聞いているし、しかもこちらの方の数字の番号が固定というところがもうめちゃくちゃ悩ましいというあたりがですね、非常に面白く出来上がってるんじゃないかな、なんていうのも思います。もちろんですね、やっぱりちょっとまだね、これプロトタイプ版なので、若干いくつかのカード、いくつかのこの目標設定のタイルのところの記述がちょっと分かりにくいなぁなんていうのも、今の私の時点ではあります。こちらの方は最終的なですね、出荷時点の方ではそれぞれのところの細部のね、調整がされると思いますので、そちらの問題はないと思いますが、非常に中量級プラスアルファぐらいのゲームのプレイ時間。実際ね、これね、4個置くだけですかね、いうところのところで、プレイがサクサク進んでいくっていうのは、なかなかよろしいんじゃないかなと思います。この特に私がね、普段あんまり好きじゃない、この初手番が有利なので初手番を取るっていうアクションのところもエネルギーがもらえて自分のね、お金とか手数とかです、木材余ってるやつを自由自在に変換できるなんていう能力がついてるのは、これなかなか便利なんですね。こういう初手番を取るのに便利な能力がついてる。ただし、これをやるためには必ず2番を用意せないかんというあたりのところもですね、2個出来上がっていて、これはお好きな方多いんじゃないでしょうかね。国内の方に入ってくるかどうかは分かりませんが、この夏以降にキックスターターでファンディングをするようなので、そちらの方要注目なんじゃないかと思いますね。言語依存もとりあえずここしかね、マニュアルを除けばボードここしか言語依存ありませんので、ほとんど言語依存なしでプレイできるというのも魅力でしたね。 The Game Gallery。はい、というわけですね、こちらね、ミストウィンドウをご紹介いたしました。まあ、いわゆるですね、ピックアンドデリバリーね、何から物を持っていってですね、それをね、届けるっていうことね、たくさんあるわけなんですけども、このゲームね、特徴になっているのは、やっぱりそのアクションはですね、ワーカープレイスメント的になっているんだけど、番号を絞られてるんですね。リソースが欲しい。でも、あのリソースの量を取ると、こっちのアクションはできない。ああ、こっちのポートが取れないと、こうなってるわけですね。ここのところ非常に悩ましいということ。と、そしてですね、ポートね、ポートのところで基本建築するっていうアクションなんですけども、そこのところは後手番の方がいいんですね。じゃあ後手番の方も後手が圧倒的に有利かと、そうではなくて番号で縛られてるんですよね。あ、3番のポートの上乗りたいけど、もう3番使っちゃったけど、これ乗れないわけですね。全員ね、同じ番号は1個しか持ってないんで、この間のこの読み合いっていうところもなかなかね、面白く出来上がってるんじゃないかと思いますし、ゲーム自体も90分かからないぐらいなので、中量級でなかなかうまくまとまってるんじゃないかなと思います。で、若干気になるのはこれ結構でかいんですね、これね。ね、かなりのね、大きいサイズになってるので、国内に入ってくる時の価格はいくらになるかっていうのは若干気になりますけどもね、最終的にそのあたりのところはファンディングをですね、待たれるのが一番よろしいんじゃないかと思いますね。まあ、桜田とかね、作られたね、方のデザイナーたちがね、参加しているので、なかなかその辺のところは重くなりすぎず、軽くなりすぎずね、なかなかいいところを狙った作品だと思いますんでね、国内流通、その他のですね、ところがね、気になるところのゲームでございました。というわけで今回はですね、完成が待ち遠しいゲーム、こちら、ミストウィンドウをご紹介いたしました。たくみチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけますとですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。